スタンドの皆様、お待たせしました。今日のヒーロー中山選手です。中山さん、今日は激しい打ち合いでしたが勝利です。いかがですか？まあ、なかなかチームも、最近なかなか点取れてなかったので、こういう試合に勝てたっていうのはすごい自信になります。今日はご自身のバッティング振り返っていただきたいんですが、まずツーベースからというバッティングでしたが、まあ、追い込まれてからだったんですけど、なんとか後ろのバッターにつなぎたかったので、ああいう結果が出て嬉しいです。そしてライトへのホームラン、あのホームランはいかがでしたか？まあ、まさか打てると思ってなかったので、まあなんとか打ててよかったと思います。低めの難しいボールのように見えたんですが、ご自身ではどんなボールを打ったという感触だったんでしょうか？まあ、そうですね、まあ、浮いたら思いっきり振ろうと思ってたので、まあ、結果低めでしたけど、綺麗に振り抜けてよかったです。今日は打っては3安打、それから守りでも随所にできたんじゃないでしょうか？最近ショートやってなかったですけど、久しぶりでああいうプレーできたので、それは自信になりました。北さんからのセカンド送球、回り込んで盗塁アウトというのもありましたが、あの守備のシーンは？いや、もう本当北さんがナイスボールだったので、はい、なんとか僕もアウトにしてあげようと思ってました。中山さん、今日大活躍でした。また一軍へという思いも強いかと思います。そのあたりを聞かせてください。本当に悔しい思いをして落ちてきたので、もう次こそは絶対結果残すっていう気持ちを持って、はい、2軍で頑張りたいと思います。では今日たくさんのファン、今拍手が起こりましたが、ジャイアンツファンの皆さんへ中山さんから決意、思いをお願いします。はい、まあ、ここでもう一回自分のレベルアップして、一軍という場で結果残せるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。今日は素晴らしいバッティングを見せていただきました中山選手でした。ありがとうございました。